こんにちは、スノーです。今回はボイスボックスとフレックスジェンと呼ばれる、ライブラリーを使って、完全にローカルで生成 AI から、生成されたテキストをボイスボックスで音声出力するっていうのをちょっとやっていきたいと思います。簡単に言うと、こういう質問を生成系の AI に読ませてあげて返ってきた答えを合成音声で出力するだけのものとなってるんですけれども、前回は OpenAI で、OpenAI の API を使ってやりましたが、今回は完全にローカルのみでやっていきたいと思います。まずボイスボックスに関してはボイスボックスのウェブページからこのボイスボックスエンジンっていうところをクリックしてもらって、その中の Docker イメージを使っていきたいと思います。で、Docker イメージを使うと環境が汚れないのでいいなっていうのと、もうこれを、Docker が入っている方であれば Docker プル、ボイスボックスうんたらかんたらっていうのをプルしてもらって Docker run っていうコマンドを打つと、もうすぐに、音声合成エンジンが使えるようになっているというものになってます。じゃあ私も Docker プルはしてあるので、この Docker run を、コマンドを実行していきたいと思うんですけれども、ターミナルから、私の場合はですね、Windows Subsystem for Linux っていうのを使っていて、バックエンドで Linux が動いているんですけれども、そこで実行したいと思います。で、sudo service docker start ってやらないと、ちょっと私のパソコンで常にデーモンが動いているわけではないので、一旦 docker を動かした上で、で、ボイスボックスエンジンをこの docker run、gpu alls うんたらかんたらっていうような形でポチッと押すと、こんな感じで起動します。で、起動した後はですね、どうなってるのかというと、こんな感じで、127.0.0.1 の、50021というポートを使ってアクセスできるようになってます。で、その中でもスラッシュドキスとやると、ボイスボックスエンジンの、API の仕様が出てくるので、このあたりも参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。で、実際にこのウェブページは使わないので、一旦消しまして、今このバックエンドで Docker で、ボイスボックスエンジンが動いているような状態を作れば次の作業に進みたいと思います。次に、ソースコードの方を見ていこうと思うんですけど、ソースコードは今回メインとボイスボックス .py と ai.py っていう3つに分けていて、基本的な動きとしてはこのメイン .py に書いてるような形になってます。何をしているのかというと、モジュールの AI、モジュールのボイスボックスというのを今回作った2つの PI ファイルから読み込んできて、それぞれ onLLM をインポートして、ボイスボックスというクラスを、2つインポートしてくるというような形になってます。で、インポートしてきたものをメイン関数の中で、インスタンス化してあげて、実行できるようにしていると。で、生成系 AI に入力するためにこんな形でプロンプツというのを、リストで作ってあげて、質問の内容を考えると。今回は、ちょっと例題にも あるんですけど、地球上で最も長い川の名前を教えてくださいというような形に聞きましょうか。どういう流れになっているのかというと、この上の2つはですね、生成 AI にこういうような方式で質問しますよっていうのを教えてあげているような形ですね。で、最後の一つが実際に聞きたいことになっていて、クエスチョンに対してメッセージというのが質問したい内容になっています。で、最終的にはアンサーとして生成 AI が回答を返してくるというのが、この OnLLM の機能になっているんですけど、ここで LLM のインプットプロンプツというメソッドを使ってこのプロンプトを突っ込んであげると、この LLM に流し込めるようなデータにしてくれるので、それをプロンプトという変数に入れてあげて、最終的にこの LLM トークと呼ばれるメソッドを使ってそのプロンプトを渡してあげると、これの回答が返ってくるというような形に今のところしています。
で、その得た回答をですね、vv.talk、ボイスボックスの .talk というメソッドを使って、アウトプットの中に突っ込んであげることで、音声合成エンジンに食わせてあげて、音声を出力すると、というような形になってます。じゃあ実際にですね、AI とか、ボイスボックスってどうなってるのかっていうのをざっくりお見せしようかなと思うんですけど、後ほどこれ、ソースコードどこかで見れるようにしておこうかなと思うので、ぜひ使っていただければいいかなと思うんですけれども、AI の方はですね、こんな感じのソースコードになっていて、まあ、この下はテスト的に作ったんで、これは無視していただいていいんですけど、上ですね。このクラス onLLM というクラスには、イニシャライズするところと、アンダースコアプロセスというメソッドと、トークとインプット、プロンプツという、まあ、4つの、メソッドを定義しているようなものになってます。で、インポートしているのは、まあ、アーグパースであったり、RE かな。とか、まあ、翻訳用の DeepL とか、今回、フレックスジェンを使うので、このフレックスジェンという、まあ、生成 AI を扱うための、まあ、ライブラリですね。あとは、ハギングフェイスのトランスフォーマーズとか、言語の判定するためにラングディテクトっていうのを、まあ、ちょっと突っ込んでたりします。はい。イニシャライズの部分はですね、フレックスジェンの、公式の、まあ、GitHub から、まあ、持ってきたような形になってます。で、まあ、必要なところというか、ちょっと改造しようとした名残が見えるんですけど、基本的にはコピペしてるだけなので、まあ、見ていただければいいかなと思います。ちなみに、英語で書かれてるんですけど、ここの中のコンプレーションパイっていうのをポチッと押してもらうと、その該当の部分が出てくるというような感じになってます。はい。で、それを利用して、イニシャライズして、まあ、初期化をすると。イニシャライズした後はですね、今度インプットプロンプツっていうのがあったかと思うんですけど、そのメソッドはですね、単純に入力されたリストのプロンプツをぐるぐる回して1個のストリングにしてあげる、文字列にしてあげるという動作をしているだけですね。で、まあ、その中でちょっと変えているのが、ここ見てもらうと、このラングディテクトっていうのが言語の判定を行うものになってるんですけど、入力されたメッセージが日本語であれば英語にトランスレートする、翻訳してあげるっていうような動作を一部加えているようなものになります。なんでこんなことをするのかというと、ここで使っているモデルの Facebook Opt 何点何ビリオンっていうやつはですね、日本語特化のモデルじゃないので、英語の方が、まあ、比較的精度が良くなるということで、基本的には英語で質問を投げるというような形にしています。そのため、この DeepL という、まあ、ライブラリー、これ非公式ライブラリーなんですけど、それを使っているというようなものになります。はい。で、まあ、入力できるようなプロンプトになったら、次はトークというメソッドの中に今のプロンプトを突っ込んであげると。で、そのプロンプトの中に突っ込んであげたら、まあ、英語だったら日本語に変えてあげて、インプットテキストを作ってあげて、そのインプットテキストをこのアンダースコアプロセスというところに入れてあげて、生成アウトプットテキストというのをまあ生成してもらって、そのアウトプットテキストが英語であれば、日本語に変換してリターンするというような形にしています。じゃあ、このプロセスっていうのがどうなってるのかっていうのを見てみますと、プロセスの中にはこんな感じに、ソースコードが書いてあると。この辺も、先ほどお見せした GitHub の中の、この、ジェネレート以下をコピペしてるような感じにはなるんですけど、一部改造してあって、基本的にここまで生成させるところまでほぼ同じようになってるんですけど、じゃあそこから特定のワードだけ取り出したい。要するに、ちょっと冗長なんですよね、アウトプットされてくるところが。そこを、まあちょっと、正規表現で、その必要な部分だけ取るために、この refind all とかっていうのを使って、必要な文言だけを取り出すというような形にしています。で、そのアウトプットを返してもらった後、次は vv の、トークというメソッドの中に、このアウトプット、生成されたものを、突っ込むというような形になってます。で、じゃあ今度、ボイスボックスと呼ばれる、クラスを見ていきたいと思うんですけど、ボイスボックスのクラスは、もっと単純で、2つメソッドがあるだけ。で、イニシャライズするのとトークというものだけですね。
で、この中は、過去に、まあ、この辺に多分今、サムネイルが出てると思うんですけど、この辺で解説してあるので、ちょっと見ていただいたらいいかなと思うんですけど、基本的にはこの入力されたテキストに対して、パラメーターをちょっと処理してあげて、先ほど起動させたボイスボックスエンジンの方にいくつかリクエストを投げてあげると。ポストしてあげて、帰ってきてリターンされたものをですね、ちょっとデータを処理してあげて、再度、また別のところに、シンセシスかなっていうところにポストしてあげると。で、帰ってきたやつをメモリ上で展開して、音声を、まあ、喋らせるような処理をこの with 以下でしてあげるというような形にしています。ちなみにですね、ボイスボックス単体で動かすと、まあ、こんな感じになりますよっていうのをちょっとお見せしようかなと思うんですけど、ボイスボックスを実行すると、このテキスト文が喋られるような形になるので、ちょっと一回聞いてみましょう。こんにちは。私の名前はナースロボタイプ T です。はい。といった感じになってます。で、これを、まあ、同じようなことをですね、生成系 AI から出力されたアウトプットのテキストを、音声合成エンジンで喋らせるというような感じにしようとしたのが、この一番メインのところに書かれているものになってます。じゃあちょっとこれを実行してみたいと思います。じゃあメインを実行しますと、基本的にここに何も入力文が書かれてないので、うまくいけば地球上で最も長い川の名前を教えてくださいという質問の回答が音声で喋られるというような感じになっているかと思います。では実行します。アマゾンだ。はい。といった感じで、まあアマゾン川ですぐらいが良かったんですけど、アマゾンだっていうなんかこう、なんか別のアマゾンが出てきそうな感じで、まあ、音声合成されたというような感じになります。といったところでですね、まあ、今回はボイスボックスとフレックスジェンを使って、完全にローカルで生成系 AI から、テキストを生成して音声合成エンジンで喋らせるというようなことができました。まあ、皆さんもマシンのスペックが合いそうであれば、そういったものもちょっと作ってみてはいかがでしょうか。ソースコードはまたブログかどっかに載せておきますので、また参考にしていただければいいかなと思います。といったところで今回は以上となります。ご清聴ありがとうございました。